ヘボン塾は、ジェームス・カーティス・ヘボンによって設立された私塾。1859年4月24日に、サンチョ・パンサ号でニューヨークを出版したヘボン夫妻は、希望本周りで、香港と上海と長崎に寄港した後、1859年10月17日夜半に、神奈川沖、横浜に到着した。ヘボン夫妻は、アメリカ・オランダ外郭派の SR ・ブラウンと、 同じ横浜の上仏寺に滞在した。1860年頃に上仏寺で、ヘボンの妻クララは5人の少年を集めて、家塾を開いた。これが、米国長老協会の宣教師が始めた、日本での教育事業である。1862年に、米国領事館を通じて、横浜奉行所から依頼を受けて、大村増次郎、原田一道ら幕府の委託生九名を教えることになった。 その年の暮れに完成した横浜居留地の宣教士官にヘボンは引っ越した。翌3月に妻のクララがアメリカより帰り、幕末の動乱で江戸幕府の委託生は去っていたが、1863年秋に新しい生徒を募集して私塾を再開した。これがヘボン塾である。クララが英語を教えてヘボンが医学を教えた。高橋小暦よ、鈴木六三郎、 林忠、佐藤百太郎、沼森和、服部綾りやを、石本三十郎、増田隆三宅修羅が学んだ。このヘボン塾がミッションスクールとして有名な明治学院やフェリス女学院の源流になる。明治学院は、開学をヘボン塾の開校の年にしている。ありがとうございます。